か、それ低いな。か、こちらですね、ヤマハの、CRX330 ということで、今回は三重の遠征を行った時の、まあハードオフなんですけど、まあそこで、購入してきた商品になります。あ、すっごいね、暑かったんですけど、暑いけど商品も暑かったっていうところで、非常に、まあ充実した、休みだったんですけど、まあその時に購入したものになります。まあどうでもいい感じなんですけど、まあ、そんな感じで、ハードオフで購入した商品です。で、陳列ゾーン、こちらの方は怪しい陳列ではなくて、陳列ゾーンに、隠れていたコンポということで、陳列棚の後ろですよね。ポロッとね、こちらの方が置かれていたので、まあ、それをちょっと手に取ってみたら、まあ、手頃な値段で購入できるような商品だったので、今回購入しました。付属品がですね、全然ないので、その辺は痛いところなんですけど、まあ、過去に購入した商品と複合しながらですね、やっていきたいなと思います。まあ、それではこちらの方、検証を早速していきたいと思いまーす。検証、検証。検証、検証、検証。こちらなんですよね。こちらの方がですね、商品になります。どうですかね、これ。こんな感じになります。どうですか、これ。こちらの方がですね、今回購入したコンポなんですけど、まあ、汚れはね、結構あるものの、まあそこそこクリーニングすれば、綺麗に化けるんじゃないかなっていうような、汚れ方なんで、これなかなかね、いい感じでしょ。で、狙ってるのは、こちらが iPod の、この端子があるので、Bluetooth 化できるこちらに挿しまして、まあ、Bluetooth 対応で、使えてしまうんじゃないかな。だからちょっとね、こちらの方期待してるんですけど。で、USB のこちら、ポートもついてますね。内容的にはこんな感じで、まあ、電源とかファーンとか、まあちょっとこの辺は何やろこれ。LED? 鼻くそみたいな LED。言ったらあかんな。これ鼻くそじゃないですね。ほくろかなこれ。違うね。何やろ。え?何やこれ。まあ基本的な操作がね、こちらの方もできるようになってますね。薄っぺらいトレイですよね。まあこれが開くかどうかっていう問題もあるんですけど、まあこんな感じの、商品になってます。で、ディスプレイはここですよね。で、ちょっとね、前置きが長いっていう、お叱りをいただいてるので、ちょっと巻きで行きたいなとは思うんですけど、タマコテレビからですね、前置き取ったら何も内容がないみたいな感じになるかもしれないんで、ちょっとね、そこは、ご了承いただきたいなっていうところなんですけど、ちょっとだけね、前置き、やっていきたいなと思いますね。はい。まあ、とはいえ、巻きでいきますね。こちらの過去にね、買ったやつが、これ。これなんですよね。色がね、違うんですけどね。抹茶とこの黒。まあ、こんな感じの、まあ、同じようなコンポだと思うんですけど、流用していきたいなと思ってます。統一感があって、まあ、それはね、こう、いい感じなんですけどね。ちょっと地味っていうか、趣味が悪いかな、っていうところなんですけどね。まあ、とりあえず音的なところではね、何の問題もないのでいいのかなと思いますね。まあ、値札の方があったんですけど、コンポの、今回ね、本体のみということで、本体のみの商品と、まあ、1100円ということで、今回ね、もう本当にワンチップお安く購入できました。で、トレイ開きました。表示されないのです。音出し未チェックということで、トレイが開きましたってことは、まあ生きてるんですよね、内部的には。まあただ、表示されないので、音出し未チェックっていうことなんですよね。だから、おそらく表示されないっていうことは、こちらのですね、表示パネル。これの不具合が発生していて、音出ししてないということみたいですね。まあただ、ここから読み取れるのは、まあトレイ出て普通ね、CD 入れたら、まあ自動再生かかると思うんで、そこでね、音が鳴るかぐらいは確認できるかなと思うんですけど、音が鳴らないからもうそこの、トレイが開いたところまでっていう表現にしてるのか、楽しみですね、これ。表示パネルの問題っていうのはね、結構致命的かなと思うんですけど、まあ暗いけど見えるやつとか、
まあ、いろいろあるんで、ちょっとね、暗がりにしてちゃんと映るかどうかとか、確認しながら、映ればね、それでなんとか使えるかなっていうところなんですけど、まあちょっとその辺ね、確認していきたいなと思います。で、2008年製ということですね。FM のアンテナとサブウーファーと、スピーカーの接続と。まあ、至ってシンプルな、コンボですね。で、スピーカーの方はこれですね。うん、6オームなんで、同じ6オームで、問題ないかなっていうところです。インプット欲しいなぁ。AUX とかやっぱりね、一つぐらい欲しいですよね。こらせと。もう早速、電源の方を入れていきたいなと思います。大丈夫かな？ボリュームマックスとか最近あったんですよね。ボリュームマックス事件。大丈夫かな？ちょっと電源入れますね。ああ！びっくりした！いきなりトレー開いた。電源上げてないのに。電源ボタン押してないのにね、なんかトレー開きましたね。トレーはね、元気に開きよるということですね。こうやって再生されるはずなんですよね。ちょっと耳塞ぎながら。 CD 動いてないかもしれないですね。こういう状態にして、やっぱりこれ CD そのものがダメやね。うん、全然位置変わってないですもんね。だから CD 自体回ってない。あっちゃ、やっぱりそれか、複合してんのか。縦にして見てみますね。キヒヒ、回ってない。 CD がね、これ再生できない、表示パネルも、映らない、まあ、ジャンクということで、なかなか厳しい、ジャンクですね。一旦開けて、表示パネルをちょっと見ていきましょうか。ちょっとそれではね、こちら早速、巻きで分解していきたいなと思います。もう分解しようかなと思ったんですけど、ここ、値札がね、ここ貼られてた部分なんですけど、夏になって多分これ、テープの寝茶付きが、ここに映ってしまったんですよね。で、このネチャネチャなこれがちょっとあると、なんかちょっと汚らしい感じがするんで、一旦クリーニングしていきたいなと思います。綺麗にね、お届けできるようにしていきたいなっていう感じですね。リンレイの、こちら家具、ツヤ出しワックスということで、こちらの方を私は今ね、最近使ってます。動画概要欄の方に、貼ってますんで、そちらの方から購入の方も可能になってます。こんな感じでね、ちょっと泡タイプになっていて、まあ、ピンポン玉ぐらい。うん。それをね、シュワ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 ってやって、まあ、あとはね、こんな感じで。うん。で、こちらの方がですね、シール剥がしになってます。これはもうダイソーで買ったやつかな。ビューってやって、塗装が剥げる場合もあるので、これはちょっとね、気をつける必要があるかなと思いますね。ピカピカにしていきたいなと思います。ピッカピッカの、取れるかどうか。しゃ、うん、しゃ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 。そうするとこちら傷の全貌が見えてくると。ここね、やっぱ横、誰かこう動かした時にこの辺がね、やっぱり擦れるんですよね。比較的マシかなっていう感じがしますね。それでは早速ね、こちら分解していきたいと思います。両サイド2箇所と、で、あと、後ろが、1箇所、2箇所、3箇所。あれ？ 4 箇所のこの、4箇所目が、ネジがない。分解歴ありですね、これ。ちょっと、やってしまったかもしれんな、これ。とりあえず開けていきましょうか。ネジのところがもね、剥げてるんですよね、この黒。だから、これ開けてるから、これ剥げてると。いうことで気づけばよかったんですけど、やばいねこれ。ああ、もうネジない。
ネジ穴が。うわ、両方ネジがもげてる。はい、ちょっとね、ゴムを引いて、これね、上からネジで押さえようかなと。そんな要素いらないんでね。こんな感じで当てて。やばい、全然回れへん。これはやばいな。やばい。ちょっと待ってよ、やばいなこれ。ネジ穴がほんとダメ。相当太いやつでやらんとね、もうやばいですねこれ。ちょっとあれやな、油551にしようか。551だわ。556。ちょっと556でつるはげ、これでなんとか回らないかな。回らへん。回った、回りよった、パツー言った。オッケー、これでなんとかなるわ。次こっちや。こっち、回れ。布テープ的なものをネジ山が壊れてしまいまして、この辺傷だらけ。ちょっと今テンションがね、下がりっぱなしなんですけど、ちょっとこのハンダでなんとかこれこう固定して回らないかなってちょっと今期待してて。はい、ちょっと汚くなりましたけど、これでどうやろ。これでがっちりね今固まってるんで、これをあとこう回すだけですね。入れて回します。あかんか。はい、もうこのねドリルで一回削っていきますね。こんな感じでね、ちょっと傷もいきつつ最悪になりましたね。うわぁ、もう本当にね、もう最初からね、このネジがもげてて、で、私がさらにやると、もうこんな悪い歯みたいになりました。でね、ちょっとね、これもうどうしようもないんですよ。何やってもダメ。なので、そのツールをね、Amazon でちょっと買ってきました。頭抜く専用工具っていうのがあって、まあ、ビスにね、打ち付けて取る商品になってますね。で、逆ネジの作用で取れるみたいなんですけど、これがね、一番小さいネジなんですよ。うん。回るかどうか、ちょっと見ていきたいなと思います。でね、ちょっとこれでもう回らなかったら、諦めようかなというところなんですね。全くやん。ちょっとね、電動ドリルでやります。ネジが、潰れてきたんですけど、まだこれ最終到達したらこの頭取れると思うんですよね、ボロンって。そうなったらなんとかね、これ分解できるかなと思うんですけど、ちょっとね、もっとやっていきますね。お、来たんちゃう。来た来た、取れた。取れました。あー、来た。やって。もうこれ、やばい。熱いかな。こんな感じでね、ネジ穴。これネジの頭なんですけど、こういう感じで、穴が開くことで、取れたと。早速、開閉の儀をしていきたいなと思います。それでは、開閉の儀。開閉の儀でもこれや、まあ、こんな感じで、なかなか綺麗なデッキですね。
で CD の部分がこういう感じでもうすぐにアクセスはできるようになってます、ね、でこちらの方が電源部、大きなコンデンサーがまあ、あるんですけど、でトランスとかここに内蔵されていると。で、こちらの方にね USB のドックのね基板がここにありまして、でそれがねここになりますね。うん、これの基板ですね。あ、これと USB か、これの基板がここにあります。で今回はねここは別に問題ないので一旦外したいんですけど、これ外しときますね。うん、一旦邪魔ですもんね。外していきます。よし、外れました。汚れは若干ね裏側にあるんですけど、まあこんなもんですね。今回問題になってるのはこの表示パネルになるので、一旦これねアクセスしていきたいなと思います。ここの表示パネルの消えてる原因っていうのは、コンデンサーじゃないかっていうことが言われてまして、でちょっとねそれをやっていこうかな、交換していこうかなと思います。でこれでとりあえず開くんかな。後ろもあるか、後ろもありますね。ちょっとよし、これで、あとねこれフラットケーブル、これがピューンとこう取ってしまうと破れるので、ちょっとここはね気をつけないといけないとこですね。そーっと、まあ開くんだけれども、あ、これケーブルがあるのでこれを抜くとさらに外しやすくなったはずなんですけど、あ、これアースがね存在してました。ちょっとこれもよし。それでは、あ、危ない危ない危ない、これですね。ここ覚えとく必要がありますね。どっち向きか、こうなってるから、まあまあ負荷のかからない方向が合ってる方向だと思うんですけど、こういう感じですよね。え、取れへん、えっと、はい取れました。だこうですよね。変に、あ、こうか、あれ乗っちゃったっけ、もうわからない。これで表示パネル部がアクセスができるということになりますね。でこれのどこが悪いかというと、ここではまだわからないんですけど、このネジを外してちょっとねとアクセスしていきますね。エティに単T ガットで、あと6かラック。はい、こんな感じで、6本のネギをネジを外すと、まあ取れるんじゃないかというところなんですけど、これか、これを取っとかないとダメみたい。でここの六角、これも回しとくと。でようやくねそれで基板が外れるはずなんで、無理かな。あ、回る回る。よし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 。ペンチで回りますね。うん。よいしょ。え、どこまで回るのこれ。あ、こんな感じで。んで、ようやく、これが取れる。ここに爪がありますね。これ。爪ね。この爪をギュッと。あ、はい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 。おーおーおー、取れた。あー、取れました。こんな感じになってました。で、これのコンデンサーですね。をちょっと交換する必要があると。で、なんかね、ネットの情報で、見てるんですけど、それによると、表示パネルの、下のところに、こういう感じで、下駄みたいなのがあって、この下駄はなんか多分ね、剥がれるみたいなことが書いてあるんですけど、これをちょっと剥がしつつ、ここはね、何も取らず、こっち側を浮かせつつ、で、ここのコンデンサーを外していく。だから浮かさないとこれね、コンデンサーが取れないんですよね。ちょっとね、それをやっていこうかなと。はい。それではね、こちらの方をシールで多分ね、くっついてると思うんで、これをちょっと剥がそうと思うんですけど、カッターナイフでやってみましょうか。剥がす必要があるんですよね、これ。
あ、でもちょっと剥がれる。パタパタか。剥がれてきた。あ、ちょっと剥がれてきた。お、剥がれた。剥がれました。こんな感じで。で、これで、両方ね、二つやらなあかんのか。剥がれたんで、おそらく土台から、こういうふうに、ぐにゅっと、まあ、大げさに言うと、ぐにゅっとする感じなんですよ。こんな感じでね。で、ここの端子は、傷まない程度に、ぐにゅっと、やる必要があるんかなっていうところですね。で、コンデンサー、二つ変えた方がええんかな。これ22マイクロファラットの35ボルト、ちょっと見えないんですけど、ちょっとね困ったことに、このコンデンサー22マイクロファラットの35ボルトがですね、ちょっとなくてどうしようもないなっていうところなんですけど、一旦普通の電解コンデンサーの、こちら10マイクロファラット、これを直列接続して、これ50ボルトなんで、まあ、耐圧 OK かなと思うんですけど、こちらの10マイクロファラットを2つ繋いで、20マイクロファラットにして、つけてみたらどうかなと思っていて、ちょっとそれやってみようかなと思います。こちらのコンデンサー。このコンデンサーがどうも悪い影響があるみたいなんで、まあ、容量抜けしてるんで、これをね、なんとか取って、で、こちらに、直列接続して、つけてみようかなと思います。横倒しして使えそうな感じがするので、ちょっとそんな感じで、やっていきたいなと思います。じゃ、これで、プラスとマイナスの電極が取り付いたんで、あとはこっちとこっちか。これで、いきますね。なんでいけんのかな？ちょっと浮きました。と取れました。剥げずにギリギリ、なんとか剥げずにいけましたね。熱っ。でちょっとね、これ容量抜けしてるか本当見ときたいと思います。容量抜けしてないけどな、これやばいな。21ある。で、22マイクロファラットなんで、容量抜けだけやったらこれ改善せえへんな。20マイクロファラットを今から取り付けようとしてんのに、21マイクロファラットあって、問題が起きてるんであればダメなんですけど、まあそれ以外の理由で、おかしくなってるんであれば、これで治るかなと思うんですけど、まあ、合成したやつがどうか。あかんな。なんか単体では10マイクロファラット出るんですけど、合成したら直列でつなぐと 5マイクロファラット。あれ、間違えてましたねこれ。容量が合わないのはこれ並列接続しないといけないんですよね。記念すべき合成の日なんですけど、これで20マイクロファラットになれば、一旦これでね、テストしてみようかなと思います。19マイクロファラット出てますね。とりあえずこれで、うん。これを一回使っていきましょう。ちょっとね、フラックスをつけまして、こちらですね。で、ここにハンダをちょっとね、持っとこうかなと。につけて。よし。このカットされてる方がプラスで、マイナスの方がこっちか。よし、こんな感じでコンデンサーがうまく収まってくれる？やばいな、これ。こんな感じでいきましょうか。
はい、こんな感じでね、ぐっちゃぐちゃになんかなってきましたが、並列接続させました。これで20マイクロファラット、まあ19マイクロファラットなんでちょっとやばい気もするんですけど、一旦これで取り付けて、で表示パネルがどうなったか見ていきたいなと思います。ちなみにこれはね、こんな感じで元に戻しても大丈夫、大丈夫ちょっとなんか汚いんで拭いていきます。とりあえず綺麗になりましたね。でこれで取り付けて表示するのかどうか見ていきたいなと思います。でこんな感じではみ出してるんですけど、これも大丈夫かな、当たってる、お、いけた、いけてるいけてる、お、大丈夫ですね。うん、とりあえず OK、OK、OK。コンデンサーは、とりあえずぶつかってはなさそう。こう見えますかね、この2つ。はい。ギリギリいけてる感じがしますんで。これね、ちょっと、取り付けていきますね。あ、ついてる来た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 、電源入れたら、つきましたね。やっぱりあのコンデンサーが悪かったと。で、今回もそうなんですけど、なぜか、交換、要は壊れてるコンデンサーの容量を見ても、21マイクロファラットあったんで、なんでか、容量は問題ないけど、なんか、電圧の問題があるんですかね。まあ、ということで、表示パネルは直りましたんで、これで今度 CD ですよね。見ていきたいなと思います。パワフルに光ってますね。よかった。だから次、CD ですね。どんな感じか。これで見えるかなと思うんですけど、CD。で、ディスクリーディング。で、ディスクがないですよと。で、オープンしていくと。あれ？あ、びっくりした。で、ここで、これでエラー内容がわかると思う。ディスクリーディング、回ってないわ、回ってない、あちゃーのノーディスクということなんですよね。これちょっとですね、おそらく CD が回ってないってことは、これはねもうピックアップだと思うんですよね。これに今度はアクセスして、ピックアップレンズのクリーニングとか、ピックアップのですねレーザー、あれの出力を、強くしてやると、まあそんなことしかないかなっていう感じがするんですけど、まあちょっとその辺ね見ていきたいなと思います。そうしましたら、こちらですね、 CD のこの装置を取り外すのに1,2で、3,4 4箇所外して、この上のこれも、外していきたいなと思います。外れた、外れたけど、ここいっぱい線がありますね。これは外しとく必要がありますね。危ない。これ、あー、ここフラットケーブル、これね危ないんで外しときますね。これ、え、外れへん。これあれか、ここ緩めなあかんね、左右上に上げなあかんのかな、これ、おそらく。よいしょ、これでようやくまっすぐ引き上げなあかん。やばい、こっち上がってない。よし、まっすぐ、まっすぐ取れました。はい、こちらが、CD ユニットになります。はい、それではね、こちらも外していきます。で、これでようやくですね、アクセスできていきます。で、CD のこのピックアップレンズがね、若干汚れてるような気がするんで、これはね、ちょっと磨いとく価値あるかなと思いますね。
それではこれで一旦取り付けて再生するのかまず見ていきたいなと思います。でピックアップはソニーなんですよねこれ、うん、かっこいいね、なんか純正っていう感じがして、とレーザーの出力調整っていうのがここにありますね。これね2つで、最悪ここを調整する必要があるんですけど、まずはこれで改善してないかっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。これねちょっと鬱陶しいんで外していきたいと思います。でこれはおそらくこことここを外してシュッと抜けばおそらく外れるんじゃないかなと思うんですけど、よいしょ、こことここかな、よし、でこれで、あ、取れますね、こんな感じで取れました。なんか電源つけたらこんな感じになりました。なんやろこれ、なんかおかしいな、え、これあ、治りました。リーディング回らない。あ、ていうかこれ取り付けすんの忘れてましたね。で、うん、あかんね、回転しないですよね。はい、ということでもうちょっとね、今度はピックアップのレーザー調整していきたいと思います。はい、それではねこちら、ピックアップのこの調整が2つあって、正直ねこれわからないんですよね、何が何か。まあ、とはいえ両方ですね、とりあえず一応マークしまして初期位置を押さえておくと。で初期位置を押さえた上で両方ですね、軽く5度ずつ、回してみようかなと思います。右に5度ですね、ちょっと回していきましょう。これ見えますかね、これだけよっていう感じなんですよね。うん、ほんとちょっとで、これでもう一回ですね再生どんな感じなのか見ていきます。よし、あかん、全然ダメ、回らない。もうちょっとね、どんどん回していきたいなと思います。ちょっとね右に今12、3度回してやってるんですけどダメですね。それでは今度は20度ぐらい回したんかな、うん、はい、全然回らないですね。じゃあ今度は逆にマイナス5度していきたいと思います。初期位置から、マイナス5度。はい、それではディスクリーディングで回らない。回らない。はい。ちょっとね、どの位置に合わせても、うまく動きませんでしたね。あかんねえ。もしかしたら、この CD の、この回転のモーターが、傷んでる可能性もありますよね。嘘や。ここの、電圧を見てみようかなと思います。リーディング中になると、あれ、リーディング中でもなんかで、これでリーディング中、あれ、全然上がってこへんな。このモーターのこの電圧をちょっと測ってるんですけど全然変化がないんですよね。ということは別の問題なんかな。よっしゃった、これ Bluetooth 化できる機械ですね。こちらの iPhone ドックにね、こちらさせるんですよね。でこれをこうさすと電源供給できて iPod としてね認識するんですよ。 Bluetooth でソウルに接続済みと、これでね、
音楽が聴けちゃうんですよね。いやこれいい。うわーちゃんと音出ましたね。これパネルがちゃんとつくことでどこが iPod なのか、このインプットからね、これで iPod もちゃんと選べて、でここでね弾けましたね。だからもうねちょっとね CD は今回ねダメでした。レーザー出力はもしかしたら問題ないのかなと思うんですけど、モーター自体がねなんか、電力が来てないっていうのがあって、そもそももう、電源の部分のどっかが悪いのか、まあどっかのコンデンサーが悪いのかちょっとわからないんですけど、電気が供給されてないっていうのでモーターが回らないような感じでした。ちょっとねたまこテレビではねそこまで、追えないんで、まあ、一旦これで、まあ Bluetooth 化したこのコンポで、まあ遊んでいこうかなというところなんですけど、ちょっとスピーカーがねこの色しかないので、黒に合わせたまだスピーカーが見つかれば、また購入してセット作っていきたいなと思います。まあ長々とね今回もなってしまったんですけど、まあカットカットで、巻きでやっていくつもりが、ぬかるみにはまりましてね、えらいことになったという動画になるんですけど、まあ、今回は、楽しかったなというところで終わりにしたいなと思います。本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですねぜひよろしくお願いいたします。けー